キヨス会議は2012年に出版された三谷幸喜の小説。また、それを原作にし2013年11月9日に公開された日本の映画作品。題材は1582年に実際にあった出来事のキヨス会議をもとにしたもの。2012年6月27日、現当者より発売。発売日は旧暦でキヨス会議が行われた日である。 三谷にとって大根性以来17年不利の本格小説となる。当初、2011年中の三谷後期大感謝祭の一環として発表される予定であったが間に合わず、三谷の51歳の誕生日を目前にして発売された登場人物のモノローグ形式で綴られる2013年11月9日公開。全国430スクリーンで公開され、 2013年11月9日、10日の初日2日間で公衆4億8、371万6、600円動員38万6994人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となり、続く公開第2週も公衆12億6、220万1、250円、動員1 3万7517人となり2週連続、 1> 第1位となっている。2014年発表の最終講習は29.6億円。愛知県重要無形民族文化財に指定されている津島市の靴輪踊りが劇中に登場。ありがとうございます。